ビシバンカを着用した女性のポートレートビシバンカの構造。ビシバンカは、ウクライナの民族衣装の俗称で刺繍を施したシャツ。ウクライナ刺繍と呼ばれる刺繍が特徴的である。ビシバンカは、ウクライナという国らしさだけでなく、作られた地域をも表している。知識のある人が見れば、身につけているビシバンカからその人の出身を知ることができるだろう。このように、 ウクライナにとって、刺繍は重要な技術であり、土地に合ったそれぞれの色柄のスタイルが存在する。伝統的に、刺繍糸は樹皮、草花、好みなどその土地に伝わる方法で色とりどりに染められ、こうして土地を取り巻く環境が、文字通り刺繍の色に反映される。JJ ガーが、エコーズ・オブ・ザ・パスト、ユークレーニアン・ポエティック・チネマ・ンド・ザ・イクスピリエンシャル、エセネグラフック・モード・ビシバン化を着た。 ビルヘルム大公ビシバンカには着用者を守り伝統の物語を伝える魔除けとしての側面がある。衣服の首回り、袖口、肩口、縁などは邪気が体に入り込む弱点とされており、刺繍はそれらの箇所に施される。オーストリア・ハンガリー帝国のビルヘルム大公はウクライナ愛国者であり、ビシバンカを好んで着用したことから、ウクライナ人の間で、 バシルビシバニとして知られていた。ウクライナのリビウにあるビシバのホ広場は彼を称えて名付けられたものである。5月の第3木曜日はビシバンカの日であり、宗教、言語、住む場所に関わらず世界中のすべてのウクライナ人の結束を示すものである。これはフラッシュモブホリデーであり、休日にはならない。この祝祭日にはウクライナのアイデンティティと結束という理念。 また愛国心を示すために多くのウクライナ人がビシバンカを着用する。2015年のパリコレクションにおいてウクライナ人ファッションデザイナーのビタキンがデザインしたモダンボヘミアンスタイルとしてのビシバンカをボーグやハーパーズバザーが取り上げアンナデッロ、ルッソ、ミロスラバデュマ、そしてリアンドラ・メディーンなどのファッションアイコンたちを魅了した。ボーグ5月号においてビシバンカが はるか東欧から波を起こしたと書かれている。ロンドンタイムズが、この夏、2016年一番の流行の服と取り上げるとすぐ、ニューヨークタイムズも、この夏最高のファッションアイテムを手に入れるよう読者に、勧めた。フランスの女優メラニー・ティエリーは2016年の、第69回カンヌ国際映画祭にて、オランダ王妃。 マクシマ・ソレギエタは2016年リオデジャネイロオリンピックにビシバンカのドレスを身につけて出席した。ありがとうございます。